こんにちは。こんにちは。さあ、トレードになった時のお気持ちの続きなんですけども、はいはい、嬉しかったと、はい、で自ら志願されたトレードだったということなんですが、うん、そこについてまた詳しくお聞かせいただいてもいいですか。はい、ね、毎年ねキャンプからオープン戦は一軍に呼んでもらえるんですよ、はい、それでまあまあね、それなりにやって、うん、でオープン戦なんかでもね、例えば打率が良かったりとか、うん、盗塁阻止率が良かったりとか、はい、そういう年が何年か続いたんですね、でそれで、まあ、開幕になるとファームに行けと、はい、いうのが続きましてね、でそれでそれってどうなんだっていうふうに思いまして。なるほど、成績残したのに。はい、野村監督でやっぱこう2軍に2番手捕手を置いてるってこう聞いたことがあるんですけど、はい、これね、はい、野村監督から直接言われたわけじゃないんですけれども、はい、当時のバッテリーコーチに言われたの、その2軍にこう合流しろって言われる時に言われたことなんですけど、まあ、何かあった時に、お前が1軍に上がってきてこう試合に出なきゃいけないんだから、それまでにしっかりとゲーム感を養っておけ、あ、なるほど、はい、ゲーム感がなくならないように試合に出ておけと言われたんですよね。なるほど、はい、じゃあ1軍の控えの選手は、あ、俺3番目なんだってちょっと気づいたら気づいてるってことまあそこに気づいてればそうなりますよね。いや、すごいな。ちなみにこうトレードされて、はい、まあ、やっぱサインとかピッチャーとのコミュニケーションとかも大変だと思うんですけど、はいはいはい、何が一番こう最初トレード先でやられることって、うん、あ、やっぱり ね、シーズン開幕直後だったんですよ、はい、開幕3連戦を終えて、はい、金土日で開幕したんで、はい、その月曜日に発表になって即合流だったんですね。うわー、突然や、はい、なので火曜日から、はい、千葉に移動してロッテ戦なんですね、はい、でその時は、まあ、試合前練習はしっかりやって、で試合中はまだ一軍登録はされずに、うん、ブルペンキャッチャー扱いの登録をして、はい、ブルペンに入ってたんですよ、はいはい、だからやっぱそうやって球を取って、はい、ファイターズのピッチャーを覚える、なるほど、っていうところをやってましたね。それ1週間2週間ぐらいやったのかな。はい、すごい。いや、でもそのぐらいやらないと先発ピッチャーも覚えられないですし、まあ、先発ピッチャーって中6日の登板の中で、まあ、1回ないし2回ブルペンに入るんですけど、それを取ったりとかもしてましたし、はい、試合中に中継ぎ抑えのピッチャーを、まあ、取れない時もあるじゃないですか。毎日そういうピッチャーたちを取れるってわけではないので、はい、一度に2人ってなるとどっちかしか取れないですし、はい、だそれで結構全員をこうカバーするにはそのぐらい時間かかりましたね。へ、はい、だってフォークボール投げれないピッチャーにフォークのサインとか出しちゃいそうな感じしますよね。そんだけピッチャーおったら、うん、まあ、だから全部覚えるって、うん、このピッチャーの一番いい球はこれかなとか、いろいろ見ながらね、そういうのはやってきましたけどね。まずはデータを入れるんですね。はい、そうですね、はい、そして志願してトレードされた年にオールスターに選ばれたということなんですけど、はい、でもその時はもうすごい嬉しい気持ちですか。まあまあまあ、ぶっちゃけ嬉しかったですけれども、まあまあ、ラッキーだったなぐらいにしか思ってなかったですけどね。はい、でそのオールスター出られた時の、はい、まあ、その年のセ・リーグの監督が野村監督で、はい、前年日本一ということなんで、はい、そうですね、はい、その時挨拶とかされたんですか。いや、もうもちろん、まあ、グラウンド出て一番最初に、はい、このどこだどこだどこだって探してダッシュで行きました。真っ先に、はい、はい、トレード出したの後悔しましたかとは言いました。いや、そんなこと言わない。それは言わないですよ。まあまあ、でもね、挨拶行って、はい、でその時にパ・リーグの監督が西武の東尾さんだったんですかね、はい、で東尾さんと野村さんがバッティングゲージの人で話してたんですよ、で挨拶しに行った時にまずは東尾さんが、はい、野村さんなんてことしてくれたんですか、こんな選手パ・リーグに出しやがってって言ってくれたんですよ。めっちゃそれむちゃくちゃ嬉しくて、うわ、ライバルチームの監督にそう言われたんでね、すっごい嬉しかったんですけど、でもそこですぐ野村さんが、はい、
いやでもこいつは俺の中ではいつまでも2軍のキャッチャーだぞっつって、切り返されてもう苦笑いするしかなかったんですでもその無視称賛非難でいうと非難に当たるんじゃないですか、ね、うん、まあまあはい非難だと思って、対応をずっとされてるってことですよね、はいはい、いやすごいすごいですね、うん、で最後にその挨拶の時の最後に、はい、まあまあともかく頑張れって言ってくれて、はい、ああ深いな、はい、深いねその一言がね、うん、かっこいいな、でその後2000年には規定打席に到達して2割9分8厘の成績ですけど、はい、そうなんですよ、でチームも3位、ね、今だったら CS、ね、そして、まあ、日ハムでは伝説の選手落合さんと同じチームになられました、はい、で晩年でしたけども落合さんはどんな方でしたか。落合さんもね、まあまあ今でこそねこう穏やかな口ぶりですけれども、意外とね僕の中では意外と熱い方だなと思います。あ、そうなんですね、はい、あんまりそのイメージないですね、はい、まあ、あの時まだね現役でしたからね落合さんもね。ちなみにこう野口さんがキャッチャーだった場合、はい、落合さんと対戦するってなったら、はい、こうやっぱどう攻めようとか、うん、いや実際対戦してますからね、僕ヤクルト時代に落合さんがジャイアンツで、はいはいはい、やっぱ難しい選手でしたか。いや難しいなんてもんじゃないですよ、あなかなか打ち取れなかったですよ。はまあ、まだ落合さんのね、まあこれ言っていいのかなとは思いますけれども、はい、落合さんがジャイアンツの時に、はい、まあ、落合さんが打席立ってて、はい、まあ、ワンサイドでねこうリードされてたんですよ、ヤクルトが負けてたんですよ、はい、で僕の同期のピッチャーがこう出てきまして、はい、であまりね主力が良くないピッチャーで、はい、僕が変化球のサインを出して、はい、そいつがうんってうなずいてまっすぐ投げてたんですね、はい、サイン違いで、はい、そしたらもう当然僕取れないで、はい、こう頭の上ヒューンと抜けてったんですよ。あ、そうですね、でそうなります。その時にこう、まあ、まあその前の日にちょっとした話がありまして、うん、はい、こう新聞に載ったんで話しちゃっていいとは思うんですけれども、野村監督がジャイアンツとやる時は9対9じゃなくて9対13やって言っちゃったんですよ。アンパイアの方がジャイアンツの味方してるんじゃないかノムさん無事で言っちゃったんですよ。あ、なるほど、はい、言うな。その翌日だったんで、最悪のタイミングですよね。審判を狙ってみたいな、審判にぶつけに行ったって勘違いされたんですよ。うわ、で落合さんがお前そりゃあかんやだろっ て、うん、いや違いますって、ただのサイン違いですからって、もう本当に大変申し訳ないです、サイン違いがいいとは言わないですけれども、単純にサイン間違いなんです。その後出身の方が際どい球ボールとかはならなかったですか。いやー、やっぱりねいい思いはしてなかったと思うんでね、アンパイアの方もね、はい、そうですね、そうですよね。落合さんとの一番の思い出っていうのをちょっと教えていただきたいんですが、ですね、僕がトレードになった時に、まあ、落合さんに、まあ、直接言われたことなんですけどね、はい、お前 の、 日本ハムにトレードは俺がまとめてやったんだぞ、俺がまとめてやったんだぞ。落合さんが、はい、だからその年の、ね、オープン戦の時に、はい、まあ、神宮でやったのかな、確か、ゲージの後ろで、はい、野村さんと落合さんが確かに、ね、なんか話してたんです、でその時に落合さんがどうやら、僕のことくれと、はい、言ってたらしいんですよ。はい、で、まあ、その当時のファイターズのピッチャーはちょっと、ね、力が一つ二つ落ちる感じだったんで、どうせハムのピッチャー陣は配球がどうのこうのっていうのを言われた通りに投げれねえんだから、だったら最低限でも盗塁がさせるで、ワンバウンドが止めれる、はい、そういうキャッチャーが今うちにはいないから、はい、であいつ余ってるじゃんちょうだいよって言ったんだ、はい、うわーっていうのを落合さんから直接言われたことがあります。すごい、この話めちゃくちゃ貴重だね、貴重ね、言っちゃっていいんですかね、でもいやでもやっぱ野球ファンこういうの聞きたいって絶対思います。これそれを聞いてそのどういうお気持ちになりましたか。まあ、やっぱりね、落合さんほどの人が僕のことを知っていてくれたっていうのが嬉しかったですね。ああ、なるほど、うん、見てくれてたんだっていうのが、はい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 、でその後2002年シーズンオフに坪井さんとのトレードで阪神に
はい、行かれるわけですけど、はい、行かれるわけですけども、はい、そして現在矢野監督と同じチームになりますが、はい、トレードのお話聞いたときはどう思われましたか？これね、まあ、発表で知ったとか球団の方から言われて知ったとかじゃなくて、実は事前に僕知ってたんですよ。まあまあ、仲のいい新聞記者さんがいて、どうやら阪神にトレードらしいよって言われて、記者さんから聞くんですね。あ、そうなんだ。チーム内の人じゃない、うん、そう、野口さんが移籍されると矢野監督、捕手としては驚異的な打率3割2分8厘を残されています。いやだからやっぱ意識したでしょ、ね、めちゃくちゃすげえな、スイッチ入ったんかな、うん、来るぞあいつがって、で、まあ、野口さんもこの年打撃では2割7分1厘と好成績なんですが、はい、まあでもいかんせん矢野監督は3割2分8厘だから、うん、まあね、あの時は本当によく打つ人だなと思ってました。すごいなと思って、はい、すごい率残してんねんな、うん、すごかったですよ。サヨナラヒットとかも何本も打ちましたしね。か当時ね。ってことは、野口さんがチームに来たら、うんうん、やっぱ他のもう古田さんもそうですし、矢野監督もそうだから、うん、相乗効果というか、うん、野口さんってやっぱ上げ金じゃないですか。上げ金って、うん、結果何なんでしょうね、だから、うん、若干勘違いされそうな感じもしますけど、ね、すごいな、どうなんでしょうね、うん、はい、その頃タイガースの方で試合に出られなかった時のお気持ちとかも教えていただいてもいいですか？あ、まあね、まあ、曲がりなりにもファイターズでね、こうレギュラーとしてやってきた選手だったんで、まあ、あまり気持ちのいいもんではないなっていう時期も確かにありました。まあまあ、でもね、なんて言うんでしょうね、だからこうちょっとね、考える方向を変えてみて、はい、だったら俺にしかできないことってなんだろうな、でそれをやってやろうかなってやったんですよ。ポジティブにこう捉えて、具体的にもし聞けたらどんなことですか？まあまあ、だから監督に媚び売るとかですか？いや、なわけあるか、違うか、お中元お歳暮中には札束、そんなことはないですけど、まあその後ね、2007年2008年と、はい、まあ、2007年はね、上園と組んで新人王、2008年は岩田と組んでキャリア初の2桁勝利、あ、まあ、そういうところに方向を向けたんですよ。なるほど。若いピッチャーなんとかしてやるんです。あ、はい、すげえ、はい、若いピッチャーとか、はい、まあまあ、これまでちょっとうまくいってなかった選手をなんとかしてやろう、うん、そういうのが、はい、行きましたかね。なるほど。そうか、この投手の時はこのキャッチャーっていうのが、うん、はい、その頃ぐらいがやっぱありましたもんね。そうですね、うん、で具体的にどういった努力をされるんですか、その若手の投手とコミュニケーションとか、まあまあ、だから誰が上がってきたとかそういう時に、はい、まあ、当然普段からレギュラー張ってる矢野さんは知らないわけですよね、そのピッチャーがどんなピッチャーか。そうですね。だからもう誰よりも先にその子の理解をしてあげる、まず、はー、でこの子はこういうピッチャーでこういう性格で、はい、でそうなるとこう例えばその子がブルペンに入って練習するよ、そこを取りに行って、うん、ってやってるうちに、じゃあその子にじゃあ先発させよう、はい、まあ、上園の時なんですけどもね、はい、交流戦で上がってきて初先発するよ、はい、でそこをじゃあお前頼むわ、うん、で行ったんですよ、はい、でこの一発目を絶対に成功させる、うわ、はい、だいろんなこう対戦相手の、研究もしましたし、はい、だからそのバッターがこういう感じで、この上園の持ち球がこうで、どういう風にしたら抑えられるかなっていうの、だからその上園が先発するって決まってから、はい、だから1週間ぐらいですかね、はい、ずっとそればっかり考えました、はい、はい、で若いピッチャー救われるでしょうね、でもすごい心強いと思います、まあ、はい、うん、移籍した年の監督、星野監督だと思うんですけれども、かけられた中でこう忘れられない言葉みたいなのって、僕直接言われたわけじゃないんですけど、まあ、報道陣用のリップサービスだと思いますけれども、2003年優勝されて、うん、で今年の MVP は誰だって聞かれた時に、まあまあ金本さんの名前が上がったんですけど、ただ影の MVP が野口だって言ってくれたのが、うわー、はい、もう嬉しくてたまんなかったですね。いやー、はい、そうですね。古田さんも矢野監督もこう
競争相手になるわけだと思うんですけれども、はいはいはい、こうやって仲良くなれるものなんですか？いやーね、これね、まあ、現役の時からね、こういろんな人にこう言われるんですけど、はい、僕はね、はい、特別な感情を抱いてないんですよ。あ、なるほど。別に。だって、チームが優勝するために野球やってるんで、うわ、プロ、同じ方向を見て、だ最終目標は優勝じゃないですか。はい。だからそれを優勝する、優勝に向けて野球をやっていく仲間ですから、はい、うん、はい、僕はそう思ってないんですけど、はい、なぜか知らないですけど、はい、古さんも、はい、矢野さんも、はい、僕と喋ってくんないんですよ。なかなか。だから古田さんなんか、はい、僕がトレード出て、はい、ハムの時なんかこう日米野球とかね、よく選ばれたんですけども、はい、その時に古田さんと一緒になるんですよ。はい、したらもう、あ、この人こんなに喋るんだっていうぐらい話しかけてくれて、で同じチームの時はやっぱり意識されてるんですよね、はい、全然話してくれなかったですよ。ちゃんとライバルとして意識されたんですね、古田さんとかが。そういうことだね。ねえ、すごいな、なんかそれもすごいね。阪神時代にこう、このチームに、このチームだったらレギュラーになれたとか、はいはいはい、はい、なれたのにと思うことあったと思うんですけども、はい、どのチームだったら、もうすぐレギュラー、はいはいはい、これなれるとっていうのは、はい、ありましたか？そうね、って言えないですよ。何度か当たる話をしたいんですか？また次週です。